どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今日はですね、九段下にやってきてまして、以前このチャンネルで紹介した都内コスパランチで1000円以下でデカ盛りのお店、まあ、今回再訪問なんですけど、前回はアシスタントのユッチーが食べて、自分はねはしごだったから食べなかったんですよ。でずっと一人で食べ行きたいなと思ってて、まあ、それがねちょっと今日になったということで、今そのお店に向かっております。まあ、今回は前回と違うメニューで、かつまあちょっとこう映えるようなねやつがあったら食べていきたいなと思ってるんですけど、お店ありました。このガストのね隣にあるんですよね、こちら。看板のない店、まあ、看板あるんだけどね。でお店が11時からで、今ちょっと5分ぐらい前来てるんですけど、前回紹介したのがこのチャレンジチキンカツ定食、3枚でも10枚でも980円で、しかも3種のタレ、味変ができるタレもあって、これがねなかなかのコスパだったんですけど、今回はねこのイカれた欲張りローストポーク丼、これ食べてみたいなと。まあ他にもちょっとそそるのあるんですけどね。大量エビ丼限定九段下御膳定食。まあとりあえずお店入っていきたいと思います。いや嬉しいことに、前回撮影させてもらってお店の方ねめちゃくちゃ覚えててくれて、で動画を見て何人か食べに行ってくれたそうで、あのこちらの看板のない店のランチ食べに行ってくれた視聴者さん、ありがとうございます。で確か前回は6月にお店来て、あれから約3ヶ月経ったということで、まあ、お店自体は2007年からオープンしてて、もう15年以上やってるんですけど、で先ほど外で見たランチメニューのまんまなんですけども、このお店はご飯とお味噌汁めちゃくちゃこだわってるんですよ。お米は最高級の庄内産5つ星マイスター監修で、お味噌汁がマダイの出汁をふんだんに使っためちゃくちゃ美味しいお味噌汁がねおかわり自由です。もう食べ放題飲み放題で、このご飯とお味噌汁がお店の方に聞いたらなんか原価がそこそこかかってるみたいで、この2つをめちゃくちゃおかわりされちゃうとちょっとお店が苦しくなるそうです。海外にもあるんですか？あります。中国に13店舗、はい、すごくないですか？それ知らなかったですね。言ってなかった。あ、そうなんですか？はい、あの看板のない店としては、はい、東京と中国に2店舗、はい、あとはビーフマンって言って、はい、焼き鳥じゃないその牛肉の方の串、はい、焼き屋とか 牛串屋さん、はい、焼き鳥屋とかをやってます。2007年に中国からこっちに。中国って言ったらもう世界の経済大国じゃないですか。そうですね。あっちで店舗数が多いってことは、まあ、日本人のいるところでバンバンやってるんで、ああそうですか、はい、じゃあ中国に住まれてる日本人だったり単身で働いてる方とか向けの料理を中国の方で出してるってこと、はい、ああこれは発信してもいいですか？あ、全然 OK、はい、です。あ、じゃあいいですか？いかれた欲張りローストポーク丼。はい、はい、はい、お願いします。お肉がね、これどんだけ盛られてるのかっていう、量多いんですかね、これ。結構あります？一応盛り盛りです。あ、盛り盛り。朝起きてから今2時間半ぐらい経ったところなんですけどね。だってうちで食べて夜ご飯いらないって言ってる男性の方いますもん。あ、そうですか。ランチ食べたらもう夜もいらないと。そんなにいらない。食べきれるかな。大丈夫かな、今日。おお、すごい。うおすごいですね、これ豚肉の量。はい、あ、結構厚切りですね。そうですね。あ、これがイカれた欲張りの方ですね。これお味噌汁。そうです。わ、すごくないですかこれ。そうですね。あら汁。そうですね。これおかわり自由ですか？おかわり自由です。ランチはやばいっすね。いや、サラダと小鉢がついてて、あとお漬物と、あとお米もちょっとグレードアップしまして、つや姫っていう一番いいやつ。つや姫っていうブランド、最高級のブランド。あ、お米ちょっと変えたんですね。さらに美味しく。さらに美味しく。これちなみに丼じゃないですか。はい。これもうご飯おかわりできるんですか。おかわりできる。あ、いいんですね。はい、大丈夫です。あ、ということで看板のない店さんのイカれた欲張りローストポーク丼、お味噌汁、あら汁、つや姫のご飯、おかわり自由です。これで1300円。本日来てましたからね、やっぱり。視聴者さんが、あ、本当ですか？すうわー、嬉しいですね、それは。これなんかワッキーさんの動画見ましたみたいな、はい、うわー、で、あれですか、チキンカツですか？チキンカツ。10枚いってました。10枚いってました。女の子でも。え、女の子も来たんですか？え、
僕の視聴者層の男性が7割強なんで、女性意外と少ないんですよ。あ、そうですか、はい、それでも来てくれたんですか。来てます。うわすごい嬉しいな。で、10枚食べてます。10枚食べて、女性で10枚すごいな。それではいただきます。まずはあら汁でしょう。これはちょっとこれすごくないですか。超具沢山、ほとんどもう魚のあらですよ。前回来た時よりもだいぶなんかいろいろグレード上がってんだろうね。うん、うわちょっとあら汁がうますぎる。これおかわり自由はダメでしょ。これお金取らなきゃダメなレベルですよ。身もかなりゴロゴロ入ってて、うん、俺あら汁定食でもいいぐらいですね。あら汁は骨が、ね、結構入ったりするんですけど、あんま入ってないですね。これ、あ、魚の骨取ってる状態で、あとはグツグツやってるんで溶けちゃってる場合もあります。あ、そうなんですか。なんかこれラーメンも作れそうですね、これこの出汁使って。うん、ということで、イカれた欲張りローストポーク丼1枚すごいでかいな。これ結構大きいっすよ。あー、昼からすいません。でかいなこれ。1枚1枚この大きさっすよ。ちょ、分かります。厚みもまあまああります。プチポークステーキみたいな。うん、すごい、1枚のボリュームが半端じゃない。これこれがね、すごい枚数乗ってます。でしかもこれ肉めっちゃ柔らかいです。パサつきがねほとんどないね。うーん、うわ、うん、うまい。であとこれタレかかってるんですけど、このタレもねちょっと甘辛なやつでね、若干フルーティーな感じ でご飯が見えてきました。ちょっと刻み海苔とネギが振られてて、これはちょっとさ お肉で巻きたいよね。こんな感じでこう贅沢に。うん、うんうんうん、ああ、これは生きててよかった。ああ、うまい。でちなみに夜は海鮮酒場という形なんですけど、お酒の種類がすごいんですよ。日本酒の銘柄が多くて、で他にもワインなんかもありますね。で一品物の夜メニューはこんな感じになってます。ちょっと反射しちゃって見づらいか。アジフライいいね。自家製タルタル、それから麻婆豆腐、あと自家製のしめ鯖で、なんと馬刺しもあって、あと焼き鳥もあります。でなんとステーキもあります。牛タン、ホッケ、あとは揚げ物もいろいろあります。こちらなんですか。年に1回しか販売されない、はい、シルクっていう国有酒造。これ日本酒ですか。日本酒です、福井です。こういうなんかレアな日本酒も定期的に仕入れてお店で出してですね、はい、あ、ほらこのお肉もこんな感じよ。すごいでしょこの厚み。ご飯がすごい美味しい。お米の香りもいいし、うん、うまい。米が美味しい。うん、だってこのタレがご飯にもかかってるから、これはでもあれだな、おかわりしなくてもいいですね。結構デフォルトでも相当な量。うん、で今時間がですね11時半近づいてきた時にお客さんがどんどん入ってきました。これ前回の流れからいくと、こっからねめちゃくちゃ混んできますお店が。うん、ご飯の量もすごいんですよこれ。米どっさりな感じで、おかわりはね必要ないかもしれないですね。これ食べきれるかなこれ。もう全然サラダとかもね食べてなかったサラダそっちのけでローストポークいっちゃったよ。あ、これサラダのドレッシングがね、昆布サラダのドレッシングですねこれ、うん、ちょっとメキシカン寄りな感じで。小鉢のねこれ、こういったパスタもいいですよね。うんうんうん、ちょっとこれ箸休めに漬物をね。うん、いいですね。うん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 、ガッとねこの卵が絡んでるとこね、
今日はローストポークをご飯で巻いたものをかき込む日ですね。うん、またこれ厚みがさっきよりすごいな、これ。もうね、続々とお客さんが入ってきます。3名様、4名様ってどんどん来るから、混む前に食べないとね。まあ、東京都内は居酒屋やってるお店はランチ結構デカ盛り多いんですけど、ここはね、味にこだわってるのに大盛りにしちゃってるし、チャレンジメニューなんかもあったり、あら汁が突出してうまいから、ここで慣れちゃうと他のお店であら汁飲んだ時に満足できなくなっちゃうかもしれないですね。だいぶ食べ進めてまして、なかなかの量。うん、お肉は残り1枚になりまして、ご飯が結構余っちゃってます。ただこれはね、あの粗汁で全然いけますんで。日替わりの若鶏の1万円ステーキソースです。うん、完了です。ボリューミーでしたね。すごい量だった。これめちゃくちゃ腹減ってるサラリーマンの方 120% 満足すると思います。ごちそうさまでした。うまかった。ということで食べてきましたけれども、もう大満足です。まあ、もちろん夜がメインでやってるお店ですけど、もうランチがとにかく大盤振る舞いだし、味が美味しいで、ボリューミーだし、でお店もめちゃくちゃ繁盛してるそうなんで、ぜひ九段下界隈にお越しの際は食べに来てみてはいかがでしょうか。それではまたね。カツ丼は人を幸せにするというお店、大盛況でなんと2号店目がオープンしたということで、閉じないカツ丼の爆盛り、そびえ立つエビ丼、カツ丼屋さんなのにエビやっちゃってるっていう。結構ボリュームがあるんですか。これもあります。すごいですねこれ。確かにそびえ立ってますよこれ。スカイツリーの近くにある飲食店に出てきそうな